2007年4月4日、突如としてこのような書き込みがなされた。愚痴。現在2馬力、子供1人の我が家。お互いに8級だし、子供はたくさん欲しいけど、責任持って教育を受けさせてやれるのは2人までだね、と結論は出ていた。旦那の給料で家のローンと生活費全般、私の給料でこの教育費と老後、繰り上げのための貯蓄。つい最近までうまくいってたし、義実家、とめのみ、との関係も良好だった。義姉、4人の子持ち、の一番上の子が中学受験するらしい。それは頑張ってほしい。やってみるのは悪いことじゃない。しかしその学費を、うちにも援助してほしいと言い出したらしい。はぁ？義姉の旦那は公務員で、4LDK をありえない安さで借りてるのにこっちに援助しろ？こちとら月10マソ近くローンで吹っ飛んでるのにか？義姉、資格持ちだからその気になればすぐ働けるのに？上3人までが女の子で、どうしても男の子が欲しかったからって4人目作って、こちらに教育費を出せだと？はぁ？はぁ？はぁ？もうわけわかんない。一番わからないのは、うちはもう一人でいいじゃん。二人目もできないし、二人目のためのお金をあっちに回してあげようよ。と金ごと言う旦那だ。子はまだ2歳になったばっかりだよ。なんで二人目できないとか決めるんだ。とめさんは義姉の非常識を認めつつ、できれば、というスタンス。旦那は私がうんと言えば丸く収まると思ってやがる。とりあえず貸金庫は借りた。戦ってやる。うわ、なんてひどい義姉なんだ。勝手にとめが援助すればいいじゃん。旦那バカ。それってなんて聞き？姉が自分の弟に、生活援助してくれ、ってことだよね。恥ずかしくないのかな？実は生理が遅れていて、とか言ってみるのはどう？旦那さん、コロッと態度変わるんじゃないかな。愚痴にレスくださってありがとうございます。のレスを書き込んだ直後、実は生理が来ない、と嘘でもないけど本当でもないメールを送ってみました。それまでコツコツと説得メールが来てましたが、今はなぜかストップしてます。これで目が覚めてくれたらいいけどなぁ。うおぉ、旦那さんの反応うわくてか。返事来ました。なんかぐちゃぐちゃ言ってますが簡単に言うと、マジで？で、OK なようです。喜んでるんだか困ってるんだか文面からはわかりません。帰ってきてからの反応によっては荷物をまとめなきゃな。旦那のな。子供ができたかもしれないのに。ええ、姪っ子に援助できないじゃんだったら最低すぎる。上の子の援助をする、ということは後に続く3人の援助もしなきゃいけないということだよ。子は姪をいたちより小さいけど、4人の子供を援助して、このお金が残ると思う？とは言ってみました。旦那は、2人目のお金を渡して、その中で何とかしてもらえばいいんじゃね？ですと、わかってねえ。援助するくらいなら働くのやめると言ってみれば？っていうか、なぜお金を渡さなければならないのか、なよね。旦那の中で援助することが決定事項になってるのがそもそもおかしい。にゃあ、自分たちの稼ぎの中で何とかしてもらえばいいんやね。で終わる話なのに。ありえんよね。いつからよその家に金かかるのが普通になったのか聞いてみたい。お姉さんが職場復帰すれば済む話でしょ。でおしまいだ。二人目のお金って具体的にいくらくらい？って聞いてみれ。おぎしさんが働けばいいんじゃね？姉ちゃんは3人目の時体壊してあんまり働けない。これは本当のことだけどだったら4人目とか考えてんじゃねえよ。あなたの家族は誰さ？私、とこ。でも結婚前まで姪っ子を可愛がってたし、なんとかしてやりたい。二人目のお金っていくらよ？とりあえず、教育費として貯めてる分。このはまた貯め直せばいい。ってことは今ある教育費全額ってことか？上の子の中学の費用が出せなくて、お姉さんたちこれからどうするのさ？なんとかするでしょ、なんとかさせられるのはうちだ。こんな感じです。話、通じてないよね。たかる義姉もだが、払う気満々の夫の心理だね。頭大丈夫なの？頭ん中うぎ湧いてるな。ここまで話の通じない電波だと教育は無理なんじゃね？マジで別れる準備しておいた方がいいと思う。ちょっと話聞いただけでも、異常すぎて怖い。人ごとながら心配だよ。義姉は、ちょっと助けてくれない？的な軽い言葉だったそうです。その真意はともかく、それで出してやる気になる旦那がわからん。義姉に連絡は取れないし、電話に出ない？義兄の軽バンは知らないしな。電話に出ないってことはもう故意犯じゃん。そして自分に非があることもわかってるってことでしょ。どうも旦那は喜んでるらしい生理来ない？ますます旦那がわかんなくなった。少しは期待していいのかしら？
同時に2日遅れなだけだとも言えなくなった。やばす。ストレスで月のものが来なかったでいいやん。でも、そんなんじゃ根本的解決にならないよ。子供ができなかったらまた遠慮しようって話になるし。とりあえず今やれることを今のうちやっておきなよ。一旦回線切って。とりあえず貸金庫に貯蓄用通帳全般と印鑑、その他もろもろを預け、その足でレコーダーを買いに行きました。ここ参考に1マソくらいのやつ。帰りに実家に行って、このための大事なものだから、とでも言って鍵を預けてきます。旦那は今日は早く帰ってくるらしい。そうしてくれ。メールは全部保存しておいてね。言うまでもないと思うけど。都会に住んでいる人はいいな。あの所有時間で貸金庫とレコーダーなんて田舎者の私には無理だ。いざという時のためにコツコツ準備しておこう。貸金庫を借りる、レコーダーを買う、書き込み。ですよ。ここ常駐にしてたので、以上の行動は早かったです。うちも都会ではありませんよ。日頃からの準備は大切だと思いますが。では今は落ちます。で、一気はどうするのさ。旦那が帰ってくるのは夕方だろう。第2ラウンドはそれからだろうな。税金で食って安い感謝に暮らしてるくせに。たく腹立つな。騎士にはプライドってもんがないのかね。ああ、変なプライドだけはあるから娘を私立に行かせたいのか。公務員って、共済から総額700万くらいは借りられるよ。住宅ローンの借金は別口で1800万まで。共済で貸してくれる金は目的別にいろいろあるけど、一般貸し付け、使用目的は何でも OK。200万、教育貸し付け550万、どっちも利率は 2% ちょっと。だから、借りる、もらいやなんでしょ、おそらく。たとえ無期限無利子であろうと。ひょっとしたらすでに共済からもサラ金からも借りまくってて首が回らない状態だったりして。ちょっと妄想飛ばしすぎ。姉貸し付けって結局返すのよね。支払いが後になるだけなんだから、4人も子供がいるんだから、後になるほど支払い額がかさんじゃう。ねえ、ちょっと援助してよ。軽いジョーク。これで出してくれたらラキ。弟姉ちゃん、俺を頼ってくれるんだな。おう、任しとけ。可愛い姪のためだ。で弟が暴走してるっぽいな。その日の夜、中間報告。義士と連絡が取れました。なんと義士は、社会復帰のために職探しの最中だそう。今日は面接だったとか。なので携帯はマナーモード、家電は取れずだったらしい。オクト君から長女ちゃんの学費援助の話を聞きました。本当ですか？本当。本気で言ってるんですか？援助してくれたらいいかなぁと。あ、ちゃんと返すから。働くつもりなのに足りないことを心配してるんですか？働いても週3だし。どうもこの方の予想でビンゴっぽい。もちろん私も働くけど、ちょっと貸しといてくれない？嫌です、ガチャン。旦那にはレジュメを作成して迎撃用意。さっきまで話し合ってました。旦那が風呂から上がってきたので、第2ラウンド行ってきます。おつう、義士、甘いね。考えが、第2ラウンド頑張れ。おつ、クズだな義士。ま、一番のクズは旦那だが。翌朝。おはようございます。昨晩は子に呼ばれたのでそのまま寝てしまいました。はしょってますが、だいたいこんな感じ。妊娠したかもしれないって？まだわからないからも少し日数経ってからきちんと検査するよ。ところでめいっ子ちゃんの学費どうするの？あ。私のいとこに双子いるの知ってるよね。この子も二人の可能性も低くはないよ。一人でも二人でも、私が完全復帰するのは伸びるでしょ。で、お金足りなくなったらどうするの？俺が残業頑張る。そうだよね。それでも足りなかったら？一致に無理しない程度に頑張ってもらう。その後は教育ローン。だよね？で、それを見かねた姉、私の、毒、がいくらかかそうか？って言ってきたらどうする？断るよ。最後まで自分たちで何とかする。うん、私もそうする。自分たちで何とかして、公的機関から借りて、どうしようもなくなったら親に聞いてみて、兄弟に出してもらうなんか最後の最後でしょ。そりゃそうだよ。お姉さんにはお姉さんの生活があるんだし、このためにもらうお金はお祝いで十分。じゃ、めいっ子ちゃんは？てんてんてん。どうして同じことがお姉さんに言えないの？旦那、ここでお風呂に行きました。第2ラウンド。何が何でも、絶対にお金を出したくないわけじゃない、ということを前提に話してみました。頭から NG を出すよりも話を聞いてもらえると思ったからです。レジュメには以下。旦那の推定障害賃金、私の推定障害賃金、
現行法でもらえる推定障害年金2人分、80歳まで生きたとする。現在の貯蓄額、現在のローン残額、子供1人を大学まで公立一貫で上げてかかる金額、1人身の留めさんにこれからかかる最低金額、80歳まで来。退職後自分たちにかかる金額、80来。すべて最低金額を算出して提示しました。もちろん半分だけ社会復帰している自分がすぐに完全に復帰したバージョン、2人目諦めた。今2人目妊娠中と仮定して専業に戻った場合、子供が私立に行きたがった場合、私もしくは旦那が働けなくなった場合など、想定できるものはすべて計算してみて、旦那に見てもらいました。さすがに男性の、具体的な数字を出すとちょっと頭に届いたみたいです。義士家族に援助した場合、私が2人目を諦めても、最悪留さんを見捨てなきゃならない、と納得させました。ちなみに上記数字はきちんと計算していますが、かける 0.2 をかける 0.3 にするくらいの大げさはしています。その上で、姪の学費を取るか留さんの世話を取るかを選択になることに落ち着かせました。それから、まずお姉さんにがっつり働いてもらう。その上で、姪っ子が私学に行くのに足りない。姪に、貸す。期限あり無利子。法的拘束力のある書類を作成した上で姪に署名してもらう。後見人、連帯人として義兄、義士の署名ももらう。姪っ子の学費を義士家庭が出して明日の米に困る生活。最低限の金額を贈与。ただし1回限り。どちらの場合も義士家庭の収支を明細、必要金額と理由の証拠を共に提出してもらう。その上で私と旦那が相談、金額を決める。お金を渡す以上はそれくらい知っておかないと渡せない。生活が苦しいならその証拠を見せろ。借金までして姪っ子を私学にやっても、姪っ子もしんどいだけだじゃないかな？身の丈に合わない生活は辛いしね。お金を渡すにしても、私の審査は銀行より厳しいと思うよ。ここでのレスを参考にました。いろいろ言いましたが趣旨は一貫しています。少し引いてみせたのは、公的機関に借りるくらいなら身内から、が当たり前の人種が確かにいるからです。そういう人たちは、無期限無利子、あわよくば踏み倒しを狙ってるんですよね。なので、お金を渡すならがっつり書面にする、ことが条件だと通告。旦那は、ちょっと待って考える、と言いながら自室に引っ込み、今朝も口数は少なかったです。もうほんと、これでマジで目覚めてくれよう頼むよ。コツ&素晴らしい。ボーン審査の煩わしさを考えたら、そのくらいして当然ですね。ホイホイ貸すことが自分の妻子にどれだけひどい仕打ちかってこと、旦那さんが気づけばいいけど。数字見ても貸さないって言い切らない一致旦那に呆れるわ。なんでそこまで我が子より姪っ子なんだよ。とりあえず、義士旦那に作れや。めいめいぎで貸すのはダメだよ。未成年相手に法的拘束力のある書類なんてないと思うし。親が返済できなくて、めいが返済することになったとき、あなたはめいに恨まれこそすべ、感謝されることはないと思う。めい本人に、あなたが私学に行くのに、これだけかかる。将来働けるようになったら、自分で返済しなければならないけれど、それでも私学に行きたいの？と、言った方がいい。バカじゃなければ、私学は諦めると思う。親同士で話しつけるのは、絶対にダメ。もちろん姪にも話を通します。サインをもらうときに、これがどういう趣旨のサインだかは姪にちゃんと説明して、12歳にして多額の借金を背負うことを分かってもらってから書いてもらうつもりです。むしろ、それを分かってても私学に行きたいなら尊敬する。名義人に黙って借金を背負わすことはしませんよ。旦那はなんだか落ち込んでました。義士の非常識に気づいたのか、私を冷たいと思ったのかは気になるところです。今晩も勝負かな。自分の考えの浅はかさに落ち込んでくれれば、まだ見込みがあるんだけどね。とりあえず、昨晩はオツでした。一気って微妙にスレちゃんと呼んでない気がする。スルー多いしさ。自分もレスがスルーされたからっていじけない。そして夜、子が熱を出して早退したのでずっとついてました。すぐに戻りたいので書き捨てです。ごめんなさい。義兄の連絡先は昨晩旦那から聞き出しました。ですが、義兄へ来ることは今は考えてません。義士の非常識さを披露されたからといって旦那のバカさ加減をあちらに晒すわけにもいきませんし。義兄に伝えて義士を止めてくれたところで、旦那が改心してくれないと、違う機会に同じような形での圧力が必ず起こると思います。なので、まず旦那を目覚めさせる努力を一通りしてから方々への連絡は考えます。そういう理由で、実家にも話していません。ここで愚痴を書き込んだ時点で、戦うこととその方針は決まっていました。
なのでレスはスルーしているのではなく、答えられるところは答えているつもりでしたし、旦那と話すときに参考にさせていただいたものもあります。自分の方針に沿わないレスは必然的にスルーになっているところはあると思います。気を悪くされたらすみません。でもいただいた意見には目を通しています。子が大変だったので、旦那との話し合いはできていません。子バカの旦那は子につきっきりだったので、それどころではありませんでした。ただちょっと二人きりになった時、旦那はなぜか、ごめん、と簡潔に謝ってきました。理由を聞けなかったので真意はわかりませんが、この件とこのことでテンパってた私は、世界中の誰にエゴイストだと後ろ指さされても構わないんだよ。私にとっては私じゃない責任者のいる子供よりあなたと私が責任を取らなきゃいけない、あなたと私の子供が大切。あなただけがわかってくれたらそれでいいのに。嘘泣きでも一つするつもりでしたが、言ってるうちに本当に涙が出てきました。やっぱり疲れてるな。ではこのそばに戻ります。おつです。早くお子さんの熱が下がって元気になりますように。旦那さん、きっと気づいたんだと思う。落ち着いたらまたよかったら報告にでも来てください。頑張ったね。1週間ほどして、深夜にこっそり問うか。あの日、自分なりに考える、と言って引っ込んだ旦那は、どうすれば名への援助と止め引き取りを両立できるか、を検討してみたそうです。もうネオーズその場でアボガドバナナを蹴り飛ばさなかった自分を褒めてみる。で、旦那なりに至った結論が、両方諦めない、子供一人、老後の楽しみパー、細々と年金生活。同子供二人、老後は子供におんぶに抱っこ。子供にかぶさるのは嫌だ。と、名への援助切り捨て決定オーズそれでいいけど、違うだろ。ここでゲットきゃよかったな。先週土曜日、義士宅に出る。出たのは県の姪っ子長女でした。中学受験するんだって?頑張ってね。え?あ、はい、どうしたの?何かあったの?お母さん、いっちちゃんにまで受験するって言ったの?そう聞いたよ。いっちちゃん、お母さんにいいよって言って。うちそんなにお金ないもん。私だって友達いる近くの学校に行きたいもん。なんとまあ。中学受験自体が義士の暴走だったようでうへや。姪っ子の方がきちんと家庭の経済状態を把握しているようですね。あばばばばばばば。私にまで母親の説得を頼む姪が気の毒で仕方なくなりました。で、義士に交代。姪っ子ちゃん、受験したくないって言ってましたよ。うちがお金出さないとか以前の話じゃないですか。説得するわよ。いいとこに行った方が後々楽なのはいっちちゃんもわかってるでしょ。本人が望んでいく以上にいいとこなんてありませんよ。姪っ子ちゃんが自分で行きたいって言ってこれから頑張って合格したならお祝いだってしたいし、教材を見る手伝いくらいならしますけど。今のところ姪っ子ちゃんにそんな気ないのにお義士さんだけ張り切ってどうするんですか?長女は頭がいいのよ。行けるなら行った方がいいじゃない?じゃ、姪っ子ちゃんが行く気になるまでお金貯めた方がいいんじゃないですか?高校だっていいとこ行こうと思えばいりますよお金。それもうちが出すんですか?うちにも子がいるのに?そっちの子供と一緒にしないでよ。姪っ子は一子よりも頭がいいのよ。はぁ?はぁ?はぁ?え、今ひょっとして2歳児と小学生高学年を同列に語りました?マジで大丈夫?あまりの荒れさに言葉が出なくなって旦那、ずっと横で聞いてた、を見ると、顔面蒼白になってブルブル震えてた。そうだよ。やっとわかったの。あなたのお姉さんは、2歳の子は11歳より知能が劣るから踏みつけにしていい、と言える人なんだよ。なんだか言い返す気もなくなって、とにかくそちらで何とかしてください、ガチャン。旦那は娘を抱きしめてごめんごめんなぁと繰り返してた。私の携帯と、家電は着拒する。トメさんについても、今後の出方によっては考える。オッケー?わかった。気の毒だとは思ったけどしっかりと追い打ちはかけさせてもらいました。その後は旦那に丸投げしたので、どうなったかは知りません。一昨日旦那が、終わったから、とだけ言ってきました。詳しくはわかりませんが、どうも義兄に相談したみたい。やっぱりそこか。義士宅がどう揉めてどういう結論になるのかわかりませんが、今日かけてきた姪っ子ちゃんの声が明るかったからいいや。旦那については、最後は自分で戦ってくれたので今回のことは忘れてあげようと思ってます。また何かあったらすぐ思い出すけどね。最後に、結局生理は来ず、判定してみた結果、昨日は産婦人科に行ってきましたぶ。可愛い赤ちゃんの目を見ることができました。以上、いろいろはしょりましたが報告です。おつ、義士ムカつく。
議定宅の家計用財布程度に思ってたのがありあり。二人目妊娠おめでとう。天井子様、お疲れ様でした。なんとかケリがついたようでよかった。そして二人目のお子様おめでとうございます。それにしてもめいっ子ちゃんは本当にいい子ですね。頭も良さそうだけどいいところに行くのは、本人が望めばこそ。こんな子にだったら多少は援助してもいいですけどね。そして1ヶ月後。愚痴。止めでなり。なんとかならない？とふかしやがった。旦那を正座させて問い詰めること1時間しょう。お兄さんがなんとかするって言うから。終わってねえ。終わってねえよ。とりあえず明日は旦那を義実家に派遣。先週送ったカーネーションの鉢を破壊するよう言っておいた。トメさんはうちの子が可愛くないってことですね。そうですね。トメさんは私の敵です。もう顔も見たくない。と伝言も添えた。義士をしてヘタレと言わしめた旦那。明日はどれだけやってきてくれるだろう。確かエネオが義兄さんと話し合って終わったからって言ったんだよね。その内容ってどんなだったんだろう。どっちにしても援助する必要はないよ。お腹の赤ちゃんは順調ですか。大変そうだけど頑張ってね。子供は順調です。どうもありがとう。電話の最中から脳面になった私を見て、電話を切った後旦那は速攻土下座してきたけど、事態が悪い方向へ向かってる時の土下座ほど在物はないんだよって言ったよね、と突き放してしまった。旦那は今のところエネじゃないけど、頭に来てしようがなかったんだ。今のうちに貯金名義をあなたと子供名義にして、通帳印鑑類もバラバラに保管した方がいいよ。旦那のエネ語が落ち着いてるとは言っても、妊婦さんであるあなたが入院なの何もしてる間にはもしものことがあるといけない。最悪のケースでは親族による泥棒とか、少しでも物理的に安心できる状況を作ってストレス減らしたらどうか。翌日、愚痴。旦那はカーネーションの鉢を丸ごと持って帰ってきた。叩き壊せとちゃんと言ったのに、嫌がらせじゃなく、私が頭に来てることをトメさんに伝えろと言ったのに。私が怒ってることは言ったみたいだけど、違うんだよ。そうじゃないんだよ。絶縁も辞さない覚悟ですが何か？と旦那の目を見て言ってやったら半泣きになった。旦那の名誉のために弁解。私の顔色が変わってすぐ、旦那は電話を代わってくれました。そしてほぼガチャ切り。旦那の許可を得て旦那携帯を見てみれば、義士からの恨み事メールがぎっちり。旦那は確かにヘタレですよ。いい歳して姉にきちんと抗議もできない。自分の子供しか大事じゃない私が自己中でもいいですよ。でもあんたに言われる筋合いじゃない。娘をかわいそうな子呼ばわりするメールで私が般若に変わり、旦那が土下座に至りました。旦那は今はもう変な夢は見てないようなので、その辺は信用してます。これ以上私を怒らせたら、きっともうトメさんとの同居はありえません。旦那は女で一つで育ててくれたトメさんをとても大事にしてるので、それだけは避けたいだろうと思います。問題なかった時の同居は了解済みだったのでツッコミなしで。トメさんもバカだな。旦那が独身だった時、花束なんてもらったことなかったろうによ。私がいないと母の日も誕生日もスルーで電話だけ。ってなんで気がつかないかね。一応旦那さんは防波堤になってくれてたんだね。それは感謝していいと思う。ただ、どうもトメ、義士、旦那さんは相互依存で自立できてないようだね。旦那さんは今度の件で自立しつつあるようだけど、それを感じた留め義士が引き戻しにかかっている様子。問題の根っこは単に名の進学問題だけじゃないような。さらに2ヶ月後、久しぶりに愚痴吐き。住居侵入、窃盗をやらかしてくれた義士は一旦お縄になったけど、身内だからということですぐに釈放。鍵の入手経路が義母だったので、こちらは同居拒否決定。最低限のお付き合いになることに決まった。その間に義兄と話し合ったり、実家に帰って来いと言われたりといろいろあったんだけど、義士、今度は家をよこせと言ってきましたよっと。援助を諦めてやる代わりに、そこそこ名の知れた私立が多く、交通の便もいいうちが欲しいんだそうだ。ただし、ローンの支払いはうちだってさ、あはははははは。は義士のとこは子供も多いから戸建てが必要なんだってさ、あはは。一回りも年が違う小娘に、自分の旦那が土下座しても現実って見れないんだねー。とりあえず、離婚も考え出した義兄さんに音声ファイル送っときましたから。ボツです。病院をおすすめします。怖いよ義士。義士父としか思えない。父義士の窃盗を送る、服。家に空き巣が入る、ただただびっくりして通報。兄が来て話をしてる最中に義士から出る、家中探したけど、どこにもなかったわよ。通帳どこに隠したの？貸金庫です。
横で聞いていた K も呆れて、身内の方ですが、被害届どうします？私、取り下げません。他の K の説得もあり、条件付きで被害届取り下げ、ここで義兄の土下座が入る。こんな感じです。土下座に価値は乱せませんが、それなりに上の立場にいて、自分の仕事に誇りを持ってる義兄が他に謝罪の術が思いつかなかったんだろうな、と思うと切なくなったので、この時だけは見過ごしました。義兄の顔を立てた形。ちょ、それ普通に泥棒。やっぱ頭おかしいよこの女。弟の桃は、嫁の桃含めて全て自分の所有物だということを微塵も疑ってないってこっちゃね。旦那さんも娘ちゃんも気の毒に。そして2ヶ月後、一致からの続報が上がります。自分の区切りのために10日。義子夫妻、別居決定で義実家。復縁前提。とはなってるけれど、あくまで私見を述べるなら、多分義兄にその意思はない。4人の子供は、揉めに揉めて義兄に。うち1人は、うちが里親として養育することになった。義子はまだ姪っ子長女の私立受験を諦めてないけど、もう遅いよ、時期じゃないよ。旦那、そして止めは、義子によって私ごとお腹の子供を殺されかけて、本気で目が覚めたようだ。ケイとはいえ6から8人乗れる車でぶつかられたら、そや目も覚めるわな。止めは自分のかけられる一生をかけて、義子を更生させると言っていた。そんなことどうでもいいからもう連絡するなと言ったら泣いてたけど知らん。旦那はこれから一生私と子供の奴隷でいるつもりらしい。奴隷が欲しいわけじゃないから、これからは旦那もちょっとずつ慰めていかないと。救うことはできないから、せめて癒されてくれるといい。これ以上ここで書くことがないように祈ります。援助さん、まずはお疲れ様。いろいろあったようだけど、里親になって大丈夫？資金面もだけど、義子が子供に会いに来たりしないかな。自分の子供を殺されそうになって、義子の子供の面倒を見る気になれる？援助さんの精神面が心配だな。しかし、琴音は本気のクルクルパーだったんだな。恐ろしい、己かわいさなのか、子供かわいさなのか、それともドリーマーだったのか。遠慮奥大変だったね。人事とはいえ心配だな。車で突されたのは事故で処理なのか殺人未遂で対応なのかは気になるが書き込み見る限りは無理のようなのでよかったす。いやもう、三流ゴシップ記事のような話ですよ。人捨て電話越しじゃ拉致が開かないから、義実家に集合して話し合い。何もかもお断りだ、と義子に宣言、義兄と旦那指示、止め苦渋。話し合いを終わらせて、義子が子供を迎えに行くからと先に出る。義兄と少し話して、私も義実家から出たところ、子供を乗せた義子の車が突っ込んできた、という次第。後ろから来たから気づかなかった。分厚い尻肉が幸いしたのと、ぶつかってすぐ止まったからか、前方に弾かれて植え込みにダイブ。軽傷だったけど、眼球に傷が入り、そして下血。ショックで叫ぶ私と、車から降りて、まあ大変、と笑う義子を、いろんな人が見てたと思う。ちなみに義兄、旦那、止めは一部始終見てた。速攻入院。検査用に血を抜かれるだけで卒倒する父が、死ぬほど献血してくれたり、遠方に出ていた姉が同じく献血のために帰ってきたりと大変だった。手には小さい擦り傷しかなかったせいか子供は無事。強い子だ。ただ眼球に傷があるせいで、失明はないけどものすごく視力が落ちた。あと、首のムチ打ちと、激しく脳が揺すぶられた後遺症がどう出るかわからない状態。目の前で人が跳ねられるショックで、止めは始終お詫びモードだったらしいけど、下血が止まらない私を目の前に、私実家全員スルー。旦那、義子を殴り飛ばして私実家に土下座、額に擦り傷ができる。義兄もその横で土下座。こっちは炭鉱部、その頂点に傷ができた。傷以外は聞いた話。よく覚えてないけど、目が覚めた私にも義兄は土下座。その頭に私は、死ねようぜー、と言ったらしい。子供が無事だって知らされるまでのことって、本当に覚えてないんだよね。子供が無事って教えられて、ほっとしてまた寝込んで、起きてからやっといろいろ考えられた。義兄、前から離婚を考えてはいたんだけど、子供を乗せた車を人にぶつけた、というのが決定だでもうやってけないと。義子は、事故だ、って言い張ってるらしいけど、誰も信じてない。まだ離婚しないのは、私に対する賠償を監視するためだと思う。姪甥も事故のショックで、ちょっと母親がダメみたいだし。養育する子供のことですが、この子と義子は別物なので大丈夫。今はそう思ってても、後々ダメになりそうだったらとっとと返します。止めは義子を連れて遠くに引っ越すと言ってる。義兄は家を買い取ってもいいからと引っ越しを進めてくる。
とめ、あの年で引っ越して、知らない土地で一からやり直すのはきついだろうな。義士を小さい時から知ってる人の多い元の場所で、ひそひそ言われながら暮らすのとどっちがきついだろう。見バレしやすい話なので、フェイク入れまくりです。辻褄が合ってないところもあるけど、その辺はよろしく。語彙力が乏しいんで、知ってる言葉を無理に当てはめてるところもあります。心配してくれた方、ありがとう。なんとかやってます。お子さんが無事でそれだけは本当に良かった。何にしても子供が無事で良かったね。ムチ打ちは寒くなると辛くなるから、これからの季節冷やさないようにね。里子のこともくれぐれも無理をしないように。元気な赤ちゃんが生まれるように祈ってます。紛れもなく傷害か殺人未遂前。傷害が残るような傷を負わせた場合、治療費や損害賠償も莫大なものになるし、風浪被害で子供はボロボロだし、義士は完全に狂ったな。以上で終了なのだ。最後までご視聴ありがとうなのだ。よろしければコメントを書いてほしいのだ。チャンネル登録、高評価もお願いなのだ。バイならなのだ。